ジェームズ・ヘボン・キャンベルジェームズ・ヘボン・キャンベルはアメリカ合衆国の政治家、保育党及び共和党に所属し、連邦会院議員を務めた。ジェームズ・ヘボン・キャンベルは1820年2月8日にペンシルベニア州ウィリアムズ・ポートにおいて誕生した。キャンベルは1841年にリッキンソン大学法学部を卒業した。キャンベルは1841年に ペンシルベニア州で弁護士として認可を受けポッツビルで弁護士業を開業した。キャンベルは1844年のホイッグ党全国大会にペンシルベニア州代表として選出されて出席した。1854年、キャンベルはホイッグ党の候補としてペンシルベニア州第11連邦会員選挙区から連邦会員議員に立候補した。キャンベルは対立候補の民主党。 ウィリアム・ルイス・デワートに350票差で勝利した。キャンベルは1856年の選挙で再選を目指したが、民主党、ウィリアム・ルイス・デワートに敗れた。1858年、キャンベルは所属政党を共和党とし、連邦会院議員への帰り咲きを目指した。キャンベルは現職ウィリアム・ルイス・デワート及び、レコンプトン民主党。 ヘンリー・ルッツ・ケークの両対立候補を抑えて勝利した。キャンベルは1860年の選挙でも勝利を収めた。キャンベルは1862年の選挙出馬は辞退した。南北戦争期、キャンベルは志願兵としてペンシルベニア州第25不評連隊に参加し、少佐を務めた。1864年3月、キャンベルはエイブラハム・リンカーン大統領から、 中スウェーデン講師として任命を受けた。キャンベルは同年9月にスウェーデンノルウェー国王カール15世へ新任状を法定して着任した。キャンベルはストックホルムに居住し1867年3月まで公使職を務めた。キャンベルは1867年11月に中コロンビア講師として9回任命を受けたが、キャンベルはこれを辞退した。 キャンベルは1878年からペンシルベニア州フィラデルフィアに居住し、弁護士業を営んだ。1895年4月12日、キャンベルはペンシルベニア州ウェイン近郊の辞書、アエロアにおいて死亡した。キャンベルの遺体はフィラデルフィアのウッドランズ墓地に埋葬された。ありがとうございます。